こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今日ご紹介しますのは東洋エンタープライズのミリタリーブランド、バズリクソンが、このミリタリーのワークシャツ、こちらを紹介していきたいと思います。このバズリクソンのミリタリーのワークシャツですが、これは定番中の定番です。昔から作り続けられ、今でも作り続ける、これが定番中の定番、ミリタリーのワークシャツ、こちらになります。このミリタリーのワークシャツですが、至ってシンプルですね。例えばこのフロントにフラップ付きのポケットが2つ、そして形も昔ながらの形を忠実に再現されています。ですからそんなに細くもない、そして太くもね、ちょうどいい大きさ、昔ながらの形を再現していますね。しっかりとした肉厚の強度のある生地を使っている。この生地のネーミングですが、ヘリンボーン素材というふうに言われています。ヘリンボーン生地ですね。そのヘリンボーンと言いますのはニシンの骨というふうに、意味合いがあるわけですが、よく見てほしいんですけども、この凹凸感ですね、この凹凸感、これがニシンの骨に似てるということでヘリンボーンという、名に由来しています。カラーは2色あります。こちらのオリーブ、そして、ベージュの2色展開。イメージとしてはやはりこれ、ミリタリーシャツですので、どちらかというとこの男臭い、武骨な男をイメージする、そんな感じで着てもらえる、そういったシャツになります。それではこのバズリクソンのミリタリーシャツ、着たイメージがどんな感じか、まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。今回バズリクソンからこの定番のミリタリーシャツを紹介していきました。着た感じといたしましては、やはりしっかりとした丈夫な生地を使っているんだなというのがわかります。もちろんこれアメリカンカジュアルのファッションの一部として使ってもらってもいいのですが、例えばこれを着て、例えば日曜大工をしたり農作業をしたり、そういった生活の一部としてこのシャツを着てもらっても何ら問題はないと思います。逆にそういうふうに使っていくことによって、経年変化、使えば使うほど味の出る、そういったミリタリーシャツに、仕上げています。バズリクソンがお送りしましたミリタリーシャツ、こちらを紹介していきました。